さあ、あたしの夢が今ここから始まるのよ。具体的に何が始まるのかな。それに夢って？よくぞ聞いてくれたわ。私はね、魔術と職人技術を合わせた武具を作りたいのよ。それが産業の一つとして活性化すれば、この国だって今より明るくなるでしょ。職人のあても素材も資金もないけど、できることから始めていかないと。魔術の組み合わせを考えてるわ。それと試作に使いたい素材を見繕ったの。当然よ、魔術師や発案者が頑張るべきところは私がバッチリこなすの。自分の夢なんだから、自分にできることは完璧にするつもりよ。それでね、私の欲しい素材がどこで取れるか教えてほしいの。なるほど、大方理解したよ。それで僕たち漁師の出番というわけだ。頼りにさせてもらうわね。協力ありがとう。何はともあれ、これが集まらなきゃ作れるものも作れないわ。試作ともなるとなかなか必要数が多いね。よろしくね。必要素材を集められる場所はありそう？うん、この内容だったらレイシア中洲で揃うんじゃないかな。本当？欲しいものって案外身近にあるものなのね。前にも訪れたことはあるし、勝手を知っている分探索しやすそうでいいね。よーし、そうと決まれば早速出発よ。おてんば娘を体現したかのような子だね。
何がどこで取れるかはわからないの。なら全身あるのみよ。それならマルクと戦闘を交代した方がいいんじゃないかな。確かにそうね。持ちは持ち屋だわ。じゃあマルク、手を出して。ええよ。それじゃあ200人力ね。頭数に入れてもらえて光栄だ。それでそれで、どこを目指して進みましょうか。くまなく探索すれば手つかずの素材とも出会えるかもね。無論探索範囲を広げればそれだけ魔物との快適機会も増える。すでに僕らはその気配を強く察知している。気をつけて進むことだよ。困難はつきものよね。断然燃えてきたわ。引き返す選択肢なんてない。力を合わせて素材を集めましょう。やってやるぜ。始めようぜ。よし、よく簡単に。どうしたらいいかしら。こうすれば、えい、そこ、始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れない。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。耐えられるかしら。せや、ほらほら、えい、そら、よし、いっ、はっ、はっ、よっと、そら、せい、はっ、せい、
せいはっはっせいはっはっはっそらよっよっよっとそらはっはっよっせい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 そらよっそらそらせいせいよっそらはっはっそらよっせいせいせいそらよっそらせいはっせいせいそらせいはっそら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 なんとかなったな。よし、やってやるぜ。始めようぜ。よし、やってやる。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。耐えられるかしら。せや、ほらほら。えい。そこ。そら。敵さんのお出ましだぜ。始めようぜ。よし、やっ。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。耐えられるかしら。せや、ほらほら。えい。そこ。そら。どうだろう。結構探索できたんじゃないかな。そうね、探索って点でももちろんだし、自分一人では行きづらい場所を訪れるだけでいい勉強になるわ。うん、植物の名前や形は図鑑や書物で何度も見てきたけど、実際に自生してるのを見ることはあまりないんだもん。気にしてるんだからっていうか、そこはってどういう意味よ。じゃない。ともかく、さまざまな面から知識を得るのは研究開発でも役に立つそうだね。そうね、例えばほら、あの木の実、授業で使ったことはあるけど、ああして自然にあるのを見るのは新鮮だわ。あれの成分も試作に使おうと思うの。私が摘んでもいい？地面に落ちてる素材を拾って集めてるのね。つまりは多く、もしくは高く買い取ってくれるわけだね。
ただ何かを取るにしてもいろいろ工夫できるものね。学校で当たり前に用意されてた素材がそうやって運ばれてくるんだ。漁師って職業すら知らなかった自分が恥ずかしいわ。言い換えれば、僕らは素材を集めることしかできない。魔術を使い、新たなものを生み出せるシャルロットさんがいてこそだよ。そうよね、あなたたちもそう思うわよね。魔術ってすごいのよ。いえ、正確には魔術師の創造性がすごいんだけどね。持てる力を発揮して日々の生活をより良くしようと絶えず研究と計算を行う。それが職人技か魔術かの違いで、どちらも本質は一緒なの。そう考えると魔術師も職人みたいにすごいんだって思わない？そうだね、シャルロットさんの言う通りだ。それでいて、その素晴らしさが職人の陰に隠れているのも惜しい。やっぱり話のわかる人はいいわね。そうなの、今のこの国では魔術師の持つ価値がまるで知られてないのよ。魔術的な武具を開発して魔術師の技術を広めたいなのかな。そうすれば魔術師だって職人くらいすごいんだって分かってもらえるし、それをきっかけにして魔術が国中で発展していったらいいなって。魔術と魔術師の歴史はまだ浅いのよ。サンタリアに王立の魔法学校が置かれてるのだってね。西方諸国との文化交流の一環と周辺国との紛争への対抗力を高めるためなの。そこで育った魔術師が活躍していくのはもう少し先の話なんだね。ならいいんだけどね。修了生が魔術師になる実例はほんの少し。ほとんどの子は家に戻り貴族としての務めに専念するわ。ままならないものだね。
これじゃあいつまで経っても魔術も魔術師も発展しないわ。それに職人と同じ土俵なら魔術師の価値だって測りやすいでしょ。ケルティ王国は職人やその技術が評価される素晴らしい国よ。でもだからといって魔術で他国に後れを取っていい理由にはならないわ。今の魔術は裕福な子たちの教養程度でしかない。私はその考えを打ち破りたいの。魔術がもっと身近になって魔術師になる人も増えて、その人が胸を張って生き魔術で国の発展に貢献できるように。シャルドットさんは自分の職種に、そして自分自身に誇りを持っているんだね。ルイリったら当たり前のことを聞くのね。もちろんよ、私は今の自分が好き。自分の力で魔術師になった私が好きだわ。だから私を自分らしくいさせてくれる魔術師という職の可能性を高めていきたいの。待ってた。始めましょう。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。耐えられるかしら。せや、こらほら。えい。そら。頑張ります。始めようぜ。よし、よく簡単に。どうしたらいいかしら。こうすれば、えい、そこ、そら、敵が来るわ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。耐えられるかしら。せや、こらほら。えい、そこ、そら、
敵さんみたいです。始めようぜ。よし、やってやる。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。こうすれば、えい、そこ、ソラ、敵さんのお出ましだぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。耐えられるかしら。せや、こらこら、えい、そら、待って、始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。耐えられるかしら。せや、こらこら、えい、そら、さらよ。頑張ります。始めようぜ。よし、やっ、簡単に倒、どうしたらいいかしら。こうすれば、えい、そこ、そら、ほらほら、敵さんのお出ましだぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。よし、行くぜ。ソラ、狩りの時間だ。せや、こらほら、はっ、かな。頑張ります。始めようぜ。頑張ります。始めようぜ。よし、やっ、簡単に、どうしたらいいかしら。いや、いい感じ。そこ、よし、やってやるぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。よし、行くぜ。ソラ、狩りの時間だ。せや、こらほら、始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。こうすれば、えい、そこ、そら、ほらほら、
が来るわ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないね。どうしたらいいかしら。そらよ、ほら、そらよ。よし、行くぜ。そら、狩りの時間だ。せや、ほらほら。えい、全滅してあげる。はっ、かな。頑張ります。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に。どうしたらいいかしら。こうすれば。えい、そこ。そら、ほらほら。敵さんのお出ましだぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないね。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。耐えられるかしら。全力って気持ちいい。せや、ほらほら。えい、そら、かな。頑張ります。始めようぜ。よし、やっ、簡単に。どうしたらいいかしら。よし、行くぜ。そら、狩りの時間だ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。はっ、はっ、せや、ほらほら。こうすれば。えい、そら、かな。頑張ります。始めようぜ。よし、やっ、簡単に倒れない。どうしたらいいかしら。耐えられるかしら。せや、ほらほら。やってやるぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。よし、行くぜ。そら、狩りの時間だ。せや、ほらほら。えい、かな。
敵さんのお出ましだぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。よし、やってやるぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。そらよ。よし、行くぜ。そら、狩りの時間だ。せや、こらほら。かな。強くなった気がします。待ってた。始めましょう。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。よし、行くぜ。そら、狩りの時間だ。せや、ほらほら。殲滅してあげる。はっ、かな。もっと強くなるんだから。敵さんのお出ましだぜ。始めようぜ。よし、やってやるか。簡単に倒れないで。どうしたらいいかしら。力を見せてあげる。ほら、狩りの時間だ。せや、ほらほら。はっ、かな。これだけ集まれば試作品の制作に着手できるわ。魔術に紐づく装備品の開発だよね。魔術に用いると言っても、そ
その用途は様々なのよ。単に魔力を抽出することもあれば、魔力を付与するための仲立ちに使うこともね。今考えてるのは放射よりね。私が生成した魔力を装備になじませるの。なるほど、理屈は考案済みなんだね。私に武器や防具を作れる技術があればまだいいんだけどね。素材収集の次は試作を。けれどその協力者が見つからないと。シャルロットさん、装備品というのは盾や鎧のような本格的なものに限るのかい？え？ううん、私の作りたいものは確かに防具なんだけど、軽くておしゃれなのがいいわ。見た目は装備らしくない方がいい。周りの多さから制作への意欲が伝わってくるね。けれどまずは身につけるものが作れればいいのなら当てはあるんじゃないかな。え？何何？職人のつてでもいるの？夢の新たな協力者が見つかったのね。そんな期待だけが高まる紹介の仕方しないでください。待ち合わせしたらいいじゃないですか。ソフィア、なるほどソフィアね。なんで今まで気づかなかったのかしら。織物職人のあなたがいれば装備は完成したも同然よ。まだお母さんのお手伝いをしながら練習するだけで職人さんでは。将来有望な職人の卵ね。共に夢への礎を築いていきましょう。
いがとってもおしゃれ。軽くて丈夫って点もすでに解決できてるわ。そんなに褒めても何も出ませんよ。あの素材からこんなものが完成するなんて、さすがに私でもわかるわ。それがどれだけ大変なことか。シャルロットさんの夢が叶えば、装備を作る職人さんも明るくなれますから。練習の成果を発揮できて私も嬉しいです。自分の作ったものが誰かの役に立つってこんな気持ちなんですね。術式を使ってこのくらいの間隔で送り込めば、あるいは今からこの上着に魔術を介して魔力を送り込むわ。魔力を付与したものなら戦う上で魔術に対する効果も現れるはず。行くわ。私が作った何の変哲もない上着が魔力を帯びた装備になるなんて。一度術式を起動すれば。ほら、定着しなさい。ふう、悔しいけど実験失敗ね。そうね、失敗といっても改善点が明らかになっただけ。ここまで来ることができただけでも私にしたらすごいことだし。私にはさっぱりな話かもですけれど、改善点というのは、もしも織物の腕に難があったのなら教えてください。とんでもない、これには何の問題もないわ。それだけは断言できる。
とりあえず外の空気が吸いたいわ。部屋にこもるのって性に合わないもの。今回分かったことはね、常に装備が魔力を帯びる状態を保つのは想像以上に至難の業ってこと。言うは易く、行うは難しいですね。だったら試してないわよ。でもそうね、今の私の技術と理論じゃ完成に及ばないのは確かだわ。褒めてくれるのは嬉しいけど、魔術ってそんな簡単で万能な代物じゃないのよ。むしろ終了してようやく修行と研究の出発地点に立てると言ってもいいくらい。魔術は発展の可能性が無限に広がっている、職人技以上に深い世界で。あら失礼、魔術のことになるとどうにも。それじゃあどうすれば装備を完成させられるんでしょう。というより魔力を帯びた装備は私も見たことがあります。その制作過程を真似て取り入れることはできないんですか。あれは元から魔力のこもった素材を使ってるらしいわ。だから普通に武具を作る以上に専門性が求められるのよね。ただ旗折りするだけでも難しいのに、魔力を帯びた装備って大変です。それに魔術師が魔術をかける場合と違って性能も素材に依存する。早い話、品質がどこかで頭打ちになってしまうのよ。他にも理論は、やりようはあるのよ。ただね、すでに完成した上着に恒久的に魔力をとどめるのは難しかった。だからその逆を行くってわけ。初めから魔力を付与してしまうのよ。つまり糸そのものに魔術をかけるということでしょうか。その通りよ。繊維から糸を紡ぐ段階で地道に魔力をなじませるの。糸を作るときにシャルロットさんが横であの魔術を？さらに糸から布に、布から織物に加工する段階でも注意しないといけなくて。加工の仕方や職人の腕によって魔力の定着度にムラが出てしまうの。細かい理屈は省くけど、まあそんな感じよ。
聞いているだけで頭がクラクラしてきます。それ以外の方法で根本的なところから考え直さないとね。やっぱり職人の技術についても勉強した方がいいのかしら。そうですね、職人のことは私が頑張りますから。見習いみたいなものですけれど。ソフィア、あなたのその心が何よりの助けになるわ。力を合わせて改良を重ねていきましょうね。はい、頑張りましょう。何言ってるのよ。これからも素材集め手伝ってちょうだいね。Yeah.